手に入れた幻のスパイスが。一生このままか。まあまあ皆さん、そう落ち込まずに、私のスペシャルカレーでも召し上がって元気を出してください。とてもカレーを食べる気にはなれないけど。ななみ様。何よ、騒がしいわね。申し訳ありません。これを。それは幻の9000億倍スパイス。何？調理実習室に置いてありました。封も切らずに。あのカレーには使ってなかったようです。ということは、あの爆発はスパイスのせいではなく、アーシーの料理の腕。すごいです、姫宮さん。食べたら爆発して人格が入れ替わるカレー、新発明です。そんな、照れます。サイオン寺。アンシー、これは何だ。いつからこんなハレンチなものを平気で書くようになった。そうか、天井ウテナだな。品のない奴と一緒に暮らすようになってからだな。わかったよ、アンシー。今回は読まなかったことにしよう。だから書き直してくれ。新しいページを愛の言葉で埋め尽くすんだ。まあまあ、カレーでもいかがですか。新発明なんですよ。うん、たまには気が利くな。そのカレーは新発明ですよ。ショックで目が覚めたら二人とも元に戻ってたってわけ。そういうこと。信じらんない。まったく偉い目にあった。カレーはもうごめんだ。そうですね。それにしても、はい、こいつはどうしたのかな。キュッ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 。